読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発菅野がマウンドに上がりました。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場というのはあったんですか？あの広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですね、球場の広さ小宮山さんは気になったようです。初球は大きな変化球、ボールになります。このスライダーは外れます。さあ3球目は何か。いいボールが来てますよ。はい、ストレートが決まっています。150キロ、右中間へ持っていった。ホークスついに均衡。2番バッター柳田。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあついに得点を許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。内へ、これは決まった。いや、いいところに決めてきますね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。インサイド打った。さあそして打席には浅村が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここは我慢のピッチングですよ。変化球打った。バッターボックスは4番落合。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあついに得点を許し、なおも得点圏にランナーを。また初球、さあこれからホークスが守備につきます。バッターは坂本。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は大きな変化球、ボールになります。さあ2球目は何か。ストレート打った。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。バッターボックスには丸が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。もうここは何が何でも点を取っていくしかありませんから、食らいついていってほしいですね。なるほど、そうですね。もう1球アウトローへ、ボールになります。次が3球目。ナイスボール。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これで3アウト、試合終了。千賀3つ